ボカロ再翻訳クイズ。海賊王に俺はなる。これを再翻訳すると私は著作権侵害王になります。手のひらを起こす。え、ちょっと待って、僕らはみんな生きている。著作権じゃない。レギュレーション何にも守んねえ。俺がクイズの著作権侵害王だ。はい、どうも、成人男性3人目のロビス型です。セラです。ヌイセルです。ニャンチュウです。ボカロ再翻訳クイズ。クイズ企画ですけども、はい、皆さん再翻訳ってご存知ですか？まあ、なんとなくは。そうですね、ちょっと昔になんかインターネットで流行ってご存知の方もいると思うんですけど、うん、日本語の言葉を一回外国語に翻訳して、うん、それをもう一回日本語に翻訳すると変な感じの日本語になって面白いみたいなのが再翻訳なんですけど、まあ、例えば海賊王に俺はなる、これを再翻訳すると、うん、私は著作権侵害王になります。ちょっと違うじゃん。海賊版ってこと。そうこういう面白いのがあるんですけども、今回この再翻訳をボカロ曲のタイトルだったり歌詞に適用して持ってきたので、これをクイズで皆さんに元の曲を当ててもらおう。タイトルを変えてきた。タイトルを最初に出すんで、ヒントとして歌詞とかも出して。ああ、なるほどなるほど。だって例として出てきたのが著作権侵害王が無理だよね。そういうことは無理だよね。その2個並べられたら、ああそういうことね。まあ、今回も早押しでやっていこうかな。じゃああれが必要だね。そうですね、早押しボタンをくれや。早押しボタンをよこしやがれ。あ、そうか、ここにあるのか。そこや。やったー、はい、いつの間にかね、左右も綺麗になってるから。そう今回もお手つきはこの人が答えるまで一回休みとかに。わかりました。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあはい、それでは早速第一問出していきます。はい、まだ回答してもらおう。どうぞ。メルト。違います。当てられたの。よしよしよし。気を取り直して第一問、手のひらを起こす。お手つき中だったっけ。お手つき中だったっけ。そうだね。そんな真剣に取り組んでんのかい。じゃあいいですよ。忘れちゃった。手のひらを、僕らはみんな生きている。ボカロ曲じゃないです。違います。レギュレーション何にも守んね。今の1回でルール2個無視したから、ね、俺がクイズの著作権侵害王だ。なんだっけ。手のひらを起こすですね。手のひらを起こす。これは、日本語からモンゴル語に変換して、モンゴル再翻訳したものをもう一回スウェーデン語に変換して手のひらを起こすになってます。もうどっちも知らんもん。モンゴルもスウェーデンも、ね、手のひらを手のひらを起こす。まあでも第一問なんでね、原型は少しあります。やばい、何人も出てこないな。ちょっと答えてくんないと俺答えらんないから。パンパン言ってよ。天学。違います。天だからね。手のひらを起こす。はい、どうぞ。手のひら。違います。あ、まんまね。歌詞1行いきますね。あー、きたきたきた。歌詞のサビの1行いきます。はい、待って、ヒントもらったら復帰していい？いいですよ。よし。そうだね。1行で、手のひらを起こす、どうすればいいですか？が歌詞？歌詞。だから、まあ、タイトルがそのまんまもう出てくる。そうだね。手のひらを起こす、はい、どうしたらいいですか？はい、どうすればいいですか？どうすればいいですか？どうすればいいですか？同じようなもんか。サビの頭にタイトルがあるってことか。はい、あ、ダメだ。手のひらを太陽が透かしてみればの。もうやめてー。もうダメだ。もう一行いってますか。時間がない、これについてはどうすればよいでしょうか。ブラックロックシューター。違います。はい、ヴァンパイア。違います。わからん。じゃあ1問目ですし、結構大ヒントいきますか。このスウェーデン語になる前のモンゴル語の再翻訳が、はい、早押しの準備しといたらいいかもしれない。ヤシの木を起こしてください。判定。寝起きヤシの木。いや、確かにそうなんだ。言われてみればね、寝起きヤシの木どうすべきが、手のひらを起こすどうすればいいですか。原型ないじゃん。ないじゃん。で、時間もないしどうすんの、これが時間がない、これについてはどうすればよいでしょうか。まあ、まあ、歌詞はね、そこで行くしかなかったか。そこで行くしかないけど、ありふれた文章すぎて、ここまで行っちゃうと逆にもうヤシの木になっちゃうんで。え、これ1問目。これ1問目か。俺も思ったより手こずってて、やばいよこれ。こっから先を思いやられるかもしれない。第2問、世界の終わり。え、世界の終わり。ドラゲナイ。違います。ボカロ。ボカロです。いやでも、あの人ボカロになってなかったっけ。あー、なってるね。なってるけど、なんかカバーしてへんかな。なってるけど。ワールドエンズダンスホール。違います。あー、でもそういうことだよね。そういう系かな。まあ、でも攻め方は悪くないですよ。はい、恋は戦争。違います。最終戦争的なあれかな。
時の雨最終戦争引っ張られすぎだろ最終戦争丸々引っ張られたねこれはちなみにあんまヒントになんだけど日本語をハワイ語にして再翻訳してベンガル語にして再翻訳してハワイ語ハワイ語ってなんじゃヒントになんねえわその情報二度と出さなくていい俺らハワイ語ってハメハメしか知られないはい、あ、ダメだ、あれ、曲名忘れた、曲名忘れた、なんだっけ、サイレントメロディー違います。ヤサビの歌詞がね、ジ・エンド・ザ・ワーって世界の終わり。歌詞ヒントいきますか、うん、もう欲しいよ。歌詞の一行が、今まで見た中で一番美しい夕日でした。夕日夕日ミスったワールド・イズ・マイン違います。はい、地球最後の告白を正解。終わり。そうです。いつか見た夕焼けはあんなに綺麗だったのが今まで見た中で一番美しい。すごい。なるほどね。で、ちなみにハワイ語の再翻訳は世界の最後の部分でした。世界の最後の部分。その時点で結構むずいもんな。むずいね。じゃあ第3問。はい。てれん。彼は私を一生憎んでいます。曲名？はい。ライブアライブ、中世編。あの世で俺に詫び続けろ、オルステッド。違いますって言った後に答え続けるのがそう、はい、エンビーベイビー違います。一生憎んでいます。憎んでいますはそのまんまじゃないですけどタイトルに入ってる要素であります、ここからたどり着けるんだ。じゃあ頑張れば彼彼、ね、彼って気になるよね。あるな。そうね、彼は私、はい、敗北の少年違います。あー違うか。これはね、もう一ヒント言った方がいいかもしれないですね。行きましょう。日本語からスワヒリ語に行って殺し角、殺し角に行ってるんですけど、殺し角に行って、でスワヒリ語の段階の再翻訳が人生は私を憎んでいる。人生リセットボタン違います。はい、命に嫌われている。正解。そういうことか。命のこと、みことくんやと思ってんねや。無駄な主語とかが入っちゃうんだね、再翻訳の。彼は私よっていうのが。いや、むずー。いや、でもタイトルだけで初めて言ったんじゃない？いいんじゃないですか？ノエルだけだって、スマートに答え続けてるからね。そうね。そうね。俺らは、もう下手な鉄砲だけど。第4問。てれん。さようなら。グッバイ宣言。すげーすげーうわー見たかーすげーすごーいすげーマジすごすぎだろ。素晴らしい。ありがとう。やば確かにさよならではある、ね、素晴らしい。パッと浮かんだシャルル押しのけたシャルル出てきた選手どけや途中経過としてお別れのメッセージとかあの平和を呼びかけるとかよくそこに戻ったね平和を呼びかけるっちゃ。そうですね、最終的にお別れのメッセージからさよならになった感じですね。たなぼだたなぼだすごいよ。たなぼだって今の実力だな。じゃあ第5問、ゆっくりとした10ステップ10ステップ10ステップ、はい、10面相違います。10ステップ10ステップ10ステップ、え、噛んだ。いや、違う。いや、噛んでないけど俺も今読んで意味わかんない。どれくらいその残りかがあるないかないんだ。じゃあ無理だ。じゃあ無理だ。ない。じゃあ一応答えるか。フラジール違います。二足歩行違います。おお。はい、蜜月アンドゥドア違う。じゃあもう一個戻りましょうか。今回のフランス語を再翻訳して、さらにもう一回フランス語で再翻訳して、うん、サモア語で再翻訳したのがゆっくりとした10ステップなんで、はいはい、フランス語の2回目のね、うん、再翻訳の方が10段階弱くなる。はい、え、違うな。だんだん高くなる。思ったよね10段階にゃんやん。こっからいけると思う。いや、あのね、ゆっくりとした10ステップよりは近づいてる。そうなんだ。もう一個戻っても関係ないんで、もう先に言っちゃいますけど、はい、最初のフランス語が10段弱いです。10段弱い。10段はあんま気にしなくてもいいかもしれない。弱い、はい、弱いの方が大事です。弱虫モンブラン違います。違うか。弱い。そうじゃない。年齢の弱いじゃないよ。六兆年と一夜物語。違います。年齢の話。新しい曲か古い曲か教えてほしい。いや、古いよりですね。あー、そうなんだ。まあ絶対知ってる曲ですね。お前に回答権はない。もう答えらんない。いや、わかんない。
わかんないけど、うん、あちょこれかなっていうのは。おでもこれで違ったら恥ずかしいから。違ったら恥ずかしい。これで違ったら恥ずかしい。弱い。どうしよっかなこれ。ヒント出たら回答権外しちゃうからね。そうだし、もう一ヒントが結構歌詞がね結構決定的で、翻訳があんまり意味ないというか。本当に何も出てこないでも。じゃあ歌詞いきますか。いきましょうよ。歌詞がね丸々いっちゃってあれなんで、あの一フレーズだけ、うん、手からこぼれ天の邪魔。そうか。そうだな、あ弱い。俺なんかそうだよな、なんか俺一行だけって言われた瞬間、あ俺マムシャクかもってなったわ。弱いわ。手からこぼれ落ちそうです。あなたからもらった愛はどこに残せばいいのって。これもアマムシャクだ。アマムシャクだね。よしよしよし。こっちは出せねえなと思って。まあでも分かってたんで、これは1ポイントですね。わあと5秒あったら出た。この前のお返しじゃん。頑張ってください、リスルさん。まだ1ポイント戻ってないので。じゃあ第6問、はい、はい、モーニングとロールパン。えロールパン。モーニングとロールパン。グッドモーニングポーラーナイト。違う。いや思った。ロールパンなんだ。なんでロールパンなんだろう。なんで。モーニングはしっくりくる。ロールパンよりはまだ。そんな曲ある。朝ってことでしょ。まあ違うな。まあ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 近からず遠からずというか。モーニングから朝で近からず遠からずなの。じゃあ無理だよ。まあまあ朝じゃあ朝です。ブランチ。ブランチ。ブランチか。まあ昼とか。いやあのね、ああまあまあちょっとあんまりどうした。急にどうした。いや次のヒントがねどっちも厳しくてすぐ分かりそうなんだよね。どっちもモーニング。どうぞ。朝焼け君の歌。大人の話させない。大人の話。何も出てこない。本当に何も出てこないが。モーニングとロールパン。やばい。メルト。あれ違うじゃん。朝目が覚めて。もう一個戻っちゃうと、うん、前半がそのまんまなんですよ。再翻訳のね一つ前が、うん、なんで歌詞の前半もほぼそのままのね、後半だけ浅瀬旅行の舞台裏。いやもう変わらない。浅瀬旅行。でもね、もうモーニングとロールパンよりは元に近い。この歌詞がこうなったんだなのは分かる。浅瀬旅行となんだっけ。ロールパン。浅瀬旅行の舞台裏。舞台裏。舞台裏。そうね。だって浅瀬浅瀬だね。浅瀬だね。浅瀬飛行でした。関係ないから。浅瀬旅行じゃなくて浅瀬飛行でした。あ浅瀬飛行ね。わかんねえな。浅瀬ってチャプ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 の浅瀬。はい、明日の夜空紹介しが違うか。あまあ空飛んでるか。まあ、まあでもね出せるヒントとしてはモーニングとロールパンの形式で何々と何々って書いてる。あそうなんだ、はい、夜明けトータル正解。すごーい。夜明けモーニングだ。夜明けってロールパンなの。あのモーニングとロールパンの前が夜明けと巻物なの。で巻物がロールパンになった。え、なんでホタルが巻物なの。わかんないけどセルビア語ですね。日本語からセルビア語になるときに巻物になってます。へー。浅瀬飛行の舞台裏が浅い浅い夏の向こうにですね。あ、そこか。あ、言われればね。そうそうそう。すごっ。ちなみにその前が今も形のない歌で朝を彩る。わかる。それはわかる。全然わかっちゃう。まんまだわ。ラッキー。すごいよ。何々と何々ヒントだけで言ったけど。ラッキー。めっちゃ冴えてんだけど。運ゲーに勝ってる今。いいね。じゃあ第7問。よし。閉ざされた夜の街。ジャンキーナイトタイムオーケストラ。すごい。すごい。すごっ。早い。イエーイ。ナイトタウンだけでも。ナイトタウンだけで。ナイトタウンだけで。これ意外とすんなりいくんだ。やっと1点ゲットできた。急に覚醒したな。ようやくだ。これだってめっちゃ経営してますよ。ジャンキーナイトタウンオーケストラが英語じゃないですか、うん、だからもうそれをうまいこと別の単語にしようとして、英語、韓国語、アイスランド語、クロアチア語、中国語、パシュトゥー語って言ってやっと閉ざされた夜の街に来てます。パシュトゥー語って誰が使ってるの。俺もわかんない。やったやった、1点ゲットだ、じゃあ第8問。よし。遺言書。あはい、魔法カード。わかるわ。え、違います。遊戯王魔法カード。違います。違う。一瞬魔法カードって曲があるのか。遺言書。遺言書。遺言書。うわ、わかりそう。死者への手向け。違います。魔法カード。魔法カード。魔法カード。こう言っちゃダメなの。ちょっと遺言書から言って。違うか。遺言書はど
遠いかもしれない。遠いかいんだ。今回ロシア語、タイ語、コルシカ語で言ってますね。早すぎた、マイソー。もう困ったら魔法カードがやめてるんだよ。次リビングデッドやな。魔法カードじゃなくない？トランプカードだ。もう一個戻ってみますか、じゃあ。ごめん、アディショナルメモリー。違います。違うか、変わりそうだな、そこ。ああ、遺言書ね。うん、じゃあ一個前のね。どうぞ。ロスタイムメモリー。違います。違うか。いや、ヒント前に使っとこうと。そうね。なるほどね。どうしよっかな。どうしよっかな。少女レイ。違います。ヒント前に使っとこうと思って。正しい正しい。じゃあ歌詞一行ヒント、はい、1行目がちょっとヒントすぎるんで2行目からいきますね、うん、サビの2行目。はい。私たちは当時のことを思い出し話します。エモい、エモい。ほい。どうです。下げますか。下げました。ミスルさんは。そんなことある。どうぞ。サマータイムレコード。正解。よし。なんかニアピン言ってたね、ずっと。そうそう、俺も一つ前が夏のノートだったんで、やべ、このままだと行かれるので別のとこにしました。あの頃を思い出して話をしようが、う、ね、私たちは当時のことを思い出し話しますですね。あ、なんでサマータイムレコードとか遺言書になるの。夏の記憶、夏の脳という遺言書ですね。なんでわからん。ということで、次最終問題ですけども、点数がリスルさんに1点入って、ウォルピス4点、リスル L の2点かな。はい。どうしますか。3点。そりゃもう間を取ってよ。どうですか、いいですか。じゃマイナス2000点。おい。マイナス2000点。じゃあ俺100万点。答えだ。100万点で。じゃあ100万点。やーバカバカ。100万4点の独走あるよ。じゃあ最終問題いきます。あ、問題でれん。砂糖。ああ、砂糖。砂糖。メルト。違う。砂糖。もう最終問題にふさわしい難易度となって。こちらですね、日本語から丸太語に変換してそのまま砂糖です。途中がないです。魔法少女ちょちょシャ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 とチョコレート。だとしても間違いです。答えれてないので。ヒトラス。違います。シャルル。違います。変形はない。サラマンダ。違います。ドーナツホール。違います。いいとこ行ったね。キャットフード。違います。いいとこ行ってない。いいとこ行ってないか。行ってないか。キング。違います。はい。ヴァンパイア。違います。クイーン。おい、無理だこれ。これ泥試合なんで出そうと思うんですけども、どうしよっかな。大義語とはどういうことですか、これは。砂糖と道義ではないってないですか。うん、ああ、そうね。大義に近しい。まあ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 、確かに。砂糖とは真反対にあるっていうと語弊があるかもしれないですけど、砂糖っぽくはないです。レッドパージ。違います。オレンジ。違います。砂糖っぽくはないよね。はい。東京テリーベア。違います。全然違うね。ロジックでいけるのかどうかも知りたい。ロジックではいけないです。いけへんのかい。天学。違います。結構ねヒントになっちゃうんですけど、裁縫役歌詞を一行生かしてください、はい、そしてそれはそれほど悪くありません。なんか聞いたことある。わかんないけどな。あなんか引っかかってる。歌詞出た、歌詞出た。絶対知ってるよ。え、なんだっけこれ。待って、なんかいるんだよね。いい塩梅だったかもしれない、このヒントは。もう一回やって、もう一回やって。そしてそれはそれほど悪くありません。いや、だ、じゃあ、俺出た歌詞ちげえわ。そうだよね。変えん。そうだよね。違う、違う、違う、違うわ。違うんだよね。俺みんなを救ってやろうと思って変えんって答えてあげようかな。なんでっけ。いや、これもうずっと気持ち悪い。いや、それをね、自分の中で見つけ出してほしいですけどね。いや、もうそんなに悪くないよ。なっちゃったね。やめてやめてやめて。あー、ギミファイヤー。もうここで見つけてくんないと、これ以上は早押しになっちゃうよ。いや、それは避けたいよね。なんとたどり着きたい、この問題だけは。ちょっと答えてくんないと答えられないんだけど。あー、そっかそっか。うん、解禁しようぜ、それ。まあもういいけどね、もう。そう、やった。こうなったら泥仕上げだから。いや、俺ちょっとその、池田くんヒントの対義の方で攻めようかな。あ、食べ物なのかい。食べ物ではないですけど、飲食に関係はある。へぇ、飲食会。トンチンカンの縁。違います。まあめっちゃ飲食してる。まあ新しめの曲ではありますよ。新しめの曲か、まあ、ちょ苦手分野だな。いや、絶対知ってる曲だからね。さすがにね。さすがに知ってるんだよね、うん、砂糖の大義語でしょ。はい。紙っぽいな。違います。よし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 、正解したみたいな。よしなことある。全然2020年以降の曲です。
へえ、最近の。でも1個しか経由してないんだよね。そうなのよ、それが不思議なんですよ、僕も。あーギミヒント今まで出た回答の中に同じそのボカロ P の人はいます。そりゃそうやろ、そりゃそうやろって言われてもヒントだヒントだよ、結構知ってる曲。はい、デーモンロード。違います。あ、やっちゃおうか。酔いどれ知らず。正解。よっしゃー、あらさっ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 さい、あらさっさっさっさい。悪くないわ、それだ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 、悪くないわ、そうだよ、そうだよ、それだ、いや、それだわ。デーモンロードなのに、そういや、俺酔いどれ知らずの企画で歌ったな、あっ、ってたどり着いてくれて、いやでもすっきりした。なぜかね、あの酔いどれ知らずを丸太郎に変換すると砂糖になってしまうなんで、ね、なんで、ね、何がなんでですかねこれわかんないですけど。でちなみにそのもう悪くありません、続きいっちゃうと諦めるまでミリグラムになっちゃうミリグラム聞いたんでミリグラムだね、さすがに。ということで、ウォルティスさんが、え、100万だっけ。そう、100万だっけ。それんなよ、昔の大事なの。100万4点で優勝です。いや、すごいよ、今日めっちゃ強かったね。本当に強かったということで、皆さんいかがでしたか。むずい筋肉リオリオになってますけどクジラグルテン僕の肩してるいや、それはクジラグルテン僕のクジラグではないよあの、運ゲーですクイズ楽しい、やっぱ。いや、やっぱ分かってるのとね、分かってるのね、全然なんか違うんだなって思いましたね、出してて。たどり着けないね、こんな分かんないんだと思いましたね。一問目とか特に分かんなかった。いや、そうだったわ、ね、一問目の難易度何だったんだ、あれ。そうだった、超難かった。分かんないね、逆にその、出してる側の思ってる難易度が違うかもしれないので、うん、コメントでもなんか対比語でこんな面白いのとかあったら対比語、対比語、対比語で考えた対比語、何対比語、対比語書いてください。違う違う違う、企画違うだろ。皆さんもぜひコメントを再翻訳して読んでくださいね。でしょ、そうだ、ほら、じゃあそれお願いします。対比語あれだ、ハーモニカ加えるやつだよ俺らが。対比語じゃねえわ、再翻訳だ。あ、聞かないで突っ走るからめっちゃ怖かった。あ、鼻かみたいな。おい、撮影中だぞ、撮影中だぞ。あの、ここノーカットでお願いします。ということで、本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ずっと鼻かみたかったから全然頭回ってなかった。グッバイ宣言、グッバイ宣言。そうだ、そうだ、グッバイ宣言、グッバイ宣言。そうだ、負けだ。そういうこと言うから、あーた。ひどいよ。ひどいよ。最悪。大義語。